ミスタイムさん、こんにちは。さっきね、ローソンに寄ったんですけど、ちょっと香ばしいものが売ってたんで買ってきました。それがね、ささみプロテインバーですね。ささみのプロテインバー、こんな中身ですね。で、これがね、3種類味が出てたんですよ。まずはブラックペッパーね、ちょっと香辛料効きそうですね。で、コンソメ味で、もう一つがレッドペッパー、これがそれぞれね、大体同じで、エネルギーが70キロカロリー、2本入ってるそうなんで、1本が70キロカロリー、そしてタンパク質が 22g、 コラーゲンが 4000mg 配合ということですよね。 65g のバーが2本入ってるということでございます。ということなんで、これをね、まずは開けてみて、コンソメ、あ、なんかね、魚卵ソーセージみたいな感じですね。魚肉ソーセージか。こうやってめくるところがあると、コンソメ味なんで、ポテトチップスをちょっと思い出すんですけどね。開けにくいということで、ちょっと失礼しました。こうやったら開きます。はい、開いた。一応ね、開けるところがついてるんですけどね、うまくいかないんです。はい、こんな感じで。なんか普通のソーセージ、加工肉みたいな感じですね。こんなんでね。いただきます。価格は200円で、消費税付きで216円、2本入ってるんで1本100円っていう感じですね。美味しい。こういう加工肉系はね、なんか贅肉になっちゃうのかなと思ってるんですけど、どうですかね。加熱食肉製品、脂質 0.5、 タンパク質 11.1、 炭水化物 4.9g、 食塩相当が 1.1 と、非常に美味しくはあります。このブラックペッパーがね、楽しみですね。じゃあまた。ミスタイムさん、ありがとうございます。プロテインを食べていたら、これが届きました。じゃんと。封筒。じゃん。おぉ。落花生まんじゅうですか。かたじけない。こちら、いただきます。感激です。明日もマッチョっていうだけじゃなくてね、やっぱ実際食べてみますね。いただきます。落花生まんじゅう、あ、こういう中でモナカみたいな、香りがね、落花生というか、ほら、あのパンに塗るピーナッツのバターがありますよね。ああいう控えめな甘さがします。とっても美味。これから楽しませていただきます。ありがとうございます。